無限な戦いで悟ったことがあるんだ。王者になるほどきつくになるけど、この壊れた異世界ルールの制限から、俺の能力には限界があるんだ。この異世界を打ち破り、真の永遠の地について、初めて永遠の強者になるわけだ。一体何が言いたいの？エンジンをアップグレードするよ。